地元川越出身選手が2大会連続の参戦、風間幸太郎。とにかく前に出続けるど根性ファイトが持ち味の風間。地元での戦い、何が何でも負けるわけにはいかない。川越ってことで、住んでたのは3歳ぐらいまでなんですけど、近くの鶴ヶ島ってところに引っ越して大人になるまで育ちました。試合させていただけるチャンスがもらえたんで、ありがたいって思います。その対戦相手となるのは原翔太。フリーとして様々なイベントで暴れ回る男。相手は関係ないし、自分の好きなことだけやって押し付けていこうと思ってます。川越といえば川越祭りなんで、自分の中では祭りのつもりで面白い試合したいです。殴って倒すのが一番イメージしやすいかなと思います。真っ向勝負を宣言した風間、最後は原へこんな素敵なメッセージを送る。原選手、伊佐沼の沼に沈んでもらおうかと思ってるんで、覚悟してください。 MMA バンタム級5分2ラウンド、風間幸太郎 VS 原翔太。